2024年にロイファナ大学から大胸筋の静的ストレッチと筋力トレーニングの比較というテーマの研究が発表されました。対象は筋トレ経験者81名で、この対象者をストレッチグループ、筋力トレーニンググループ、コントロールグループの3つのグループに分けます。ストレッチグループは図のように大胸筋の伸長を合計15分間、期間は8週間で週に4回実施。筋力トレーニンググループも同様に期間は8週間、トレーニング頻度は週に3回で、大胸筋の筋力、筋肥大率の変化を分析したという研究です。要は、大胸筋を伸長させることと、大胸筋の筋力トレーニングの効果比較を行ったというわけです。そして、結果としては、実際の論文の図を出すと、こんな感じになっていまして。まず、筋力に関しては、筋力トレーニンググループが、プラス 10.3% だったのに対し、ストレッチグループは、プラス 10.16% ということで、統計学的な有意差はなく、どちらも同様に筋力増強が確認されました。そして、筋肥大に関しては、筋トレグループでプラス 5.35% だったのに対し、ストレッチグループでプラス 5.65% ということで、こちらも統計的な有意差はありませんでしたので、どちらも同様に筋肉は肥大したというわけです。つまり、大胸筋に関しては、強い伸長刺激を与え続けることによって、筋トレと同等の筋力増強効果、筋肥大効果を生むというのが、この研究の結論になります。研究者曰く、強い伸長刺激による機械的張力や、神経適応によって大胸筋の機能向上が、ストレッチグループでも認められたのではないかということが提言されていまして、大胸筋を強く伸長させることが、大胸筋の筋力増強、筋肥大には、とても重要だと述べられています。ただし、日々の筋トレを長時間の静的ストレッチに置き換えることは現実的ではありませんし、楽しくはありませんので、このデータを日々の筋力トレーニングに応用していくことが重要だと言います。なのでここからは解剖学的特徴を踏まえて、この最新データを応用させるための筋トレ種目について深掘りをしていきます。それでは行きましょう。大胸筋の伸長刺激を最大化させる種目とは、マシンチェストフライです。これは、フライ系の種目がいいということではなく、マシンを使用したチェストフライが、最も大胸筋に伸長刺激を加える種目だと言います。皆さんご存知の通り、大胸筋は、鎖骨部、胸肋部、腹部の3つの繊維に分かれており、それぞれ作用も違います。ただし、この3つの繊維が共通する要素として、水平屈曲という、このような肩を胸の前に内側にスライドさせる作用と、肩を内側にねじる肩関節内旋の働きがありますので、大胸筋を伸長させるためには、この真逆、肩関節の水平伸展と肩関節の外旋を加える必要があります。プレス系の種目では、どうしても肩関節は内旋している状態で、なおかつ荷重は胸の近くを通りますので、大胸筋の伸長刺激は不十分だと言います。一方で、フライ系の種目は、肩関節は中間位で、怪我を予防しながら、大胸筋に伸長を加えられますし、荷重も胸の遠方を通るため、大胸筋に強い伸長刺激を加えることができます。なおかつ、ダンベルを使用したフライでは、体幹の固定性という要素が必要になりますので、あまりにも重い重量を扱うことは、腰や肩を痛めることにつながり、大胸筋の伸長刺激が不十分になりやすいんですが、マシンを使用したフライ種目はアイソレーション種目であるため、怪我を予防しながら大胸筋に強い伸長刺激を加えることができます。重要なポイントは必ず胸を張り、大胸筋の内側まで入念に伸長させることです。よく最終域の胸を閉じる部分を入念に行う方がいますが、現在の科学で最も有力視されているのは力が入りやすい部分ではなく筋肉の伸長ですので、こんなような伸長刺激を不十分にしたマシンチェストフライではなく、最終域胸を張りながら入念に行うマシンチェストフライをぜひ試してみてください。ただしこれ勘違いしてはいけないのは、マシンチェストフライだけをやれば大胸筋が最大限肥大するといった偏った話ではありません。筋肉が肥大するメカニズムとして、筋力トレーニングで筋繊維を傷つけて修復する過程でより大きくなるという筋再生系のメカニズムが一般的には主流なんですが、実はこれだけではなく、筋トレによって筋タンパク分解を抑え、その後にタンパク質を摂取することによって筋タンパク合成を高めるタンパク質代謝系や、筋肉に持続的な刺激を与え、
乳酸をはじめとしたホルモン反応によって筋肉を肥大させる代謝反応系のメカニズムなどもあります。つまり一つの種目だけで一つの筋肉を最大限高めるというのは現実的ではないということです。実際に2022年のロンドリナ大学の研究では、レジスタンストレーニングで扱う種目数と筋力増強、筋肥大に関するレビュー論文が発表されました。8件の研究、241名の方を対象にして筋力増強、筋肥大が起こる種目数に関して分析が行われました。一種目を集中的に鍛える方がいいのか、もしくは複数の種目を組み合わせた方がいいのかを分析したんですが、結果としては実際の論文の図だとこんな感じになっていまして、筋力増強、筋肥大どちらも1種目目よりも2種目目の方が上昇率は高く、筋力増強に関しては種目数を増やすことによって大幅な向上が認められました。つまり大胸筋を効率的に肥大させるためには、マシンチェストフライだけではなくその他の筋トレ種目と組み合わせることが最も重要ということです。それでは最後、ここからはマシンチェストフライと組み合わせるべき大胸筋の筋トレ種目について深掘りをしていきます。マシンチェストフライと組み合わせるべき種目、まず1種目目はバーベルベンチプレスです。皆さんご存知のベンチプレスは科学的に見ても大胸筋のトレーニングとしてとても優秀です。2000年にドイツから発表された大胸筋の筋活動を筋電図で調査をした代表的な研究では、10名の若年男性を対象に大胸筋の筋電図解析が行われたんですが、結果としてはこんな感じになっていまして、大胸筋の筋活動としてはバーベルを使用したベンチプレスが最も筋活動が見られたという結果でした。また2020年に西ノルウェー大学から発表されたトレーニング歴 4.8 年の上級トレーニーを対象にした研究においても、大胸筋の筋活動はベンチプレスがフライよりも 16% 高く、三角筋の筋活動はベンチプレスの方が 25% 高く、上腕三頭筋の筋活動はベンチプレスの方が 75% 高いというデータが出ています。つまりベンチプレスは大胸筋を復活させるのに最も適しているというわけです。なおかつバーベルベンチプレスは持ち上げられる重量と大胸筋の筋肉の厚さの相関係数はかなり高く、2014年の芝浦工業大学の研究によれば、大胸筋のサイズとベンチプレスで持ち上げられる重量の間に 0.86 の相関係数を認めたという結果で、実はこれかなり高い相関で、要はバーベルベンチプレスの重量が上がれば大胸筋の筋肉の厚さもそれに伴って向上していくというわけです。これ何がすごいのかと言いますと、実際に筋力と筋肉の厚さというのは 50% としか関係していないというデータは数多くあり、いくら重い重量を扱えたからといって筋肉はそこまで大きくなっていないという種目は数多くあります。一方でバーベルベンチプレスは持ち上げられる重量が増えればその分大胸筋はでかくなっているという証明になりますので、トレーニングのモチベーションも上がりやすいという利点があります。筋肥大を妨げる一番の要素に筋トレの継続率の低下がありますので、バーベルベンチプレスは筋トレのモチベーションを上げ継続率を高められる種目として最も優秀だと言います。ベンチプレスを行うときに気をつけるポイントとしては2つです。まず1つ目は台の角度。ベンチプレスで使用する台の角度によって大胸筋上部繊維が働きやすくなるのか、中部繊維が働きやすくなるのか、下部繊維に刺激が入りやすくなるのかが決まります。よくインクラインやデクラインという名称がありますが、これは頭の位置のことを表しています。インクラインというのは頭がフラットよりも高い状態、デクラインというのは頭がフラットよりも低い状態です。一般的にはインクラインが大胸筋上部繊維のトレーニング、デクラインが大胸筋下部繊維のトレーニングという印象が強いかと思います。2020年にオクラホマ大学から発表された研究では、筋トレ経験がない47名の男子大学生を対象にフラットベンチプレスをするグループと台の角度を44度にしたインクラインベンチプレスをしたグループ、両方行うグループに分けて大胸筋上部繊維の筋活動の調査が行われたんですが、結果としては実際の論文の図だとこんな感じになっていまして、ベンチプレスの台の角度を44度にしたインクラインベンチプレスで優位に大胸筋上部繊維の筋活動が高まり、筋肉はより成長していたという結果でした。ただしこの研究は筋トレ未経験者を
週に1回のみという条件下でトレーニングを行っており、あまりにも筋トレ頻度が少ないことと、データを見てみると個人差が異常なくらい大きいので、全ての人にこのデータが当てはまるとは考えられません。実際に同年、2020年にアルメリア大学から発表されたベンチプレスの角度に対する大胸筋、三角筋、上腕三頭筋の筋活動を調査した研究では、筋トレ経験1年以上の30名の男性を対象にして分析を行ったところ、傾斜による大胸筋の筋活動はこんな感じになっていまして、確かにインクラインの角度が30度に近づくにつれて大胸筋上部繊維の筋活動は高まりますが、その分大胸筋中部繊維、下部繊維の筋活動は低くなり、傾斜30度以降は上部繊維の筋活動までもが大幅に落ちていることがわかります。大胸筋の上部繊維というのは肩を上に上げる肩関節屈曲の作用を持っていますので、傾斜角度を上げることによって肩関節屈曲の要素が強くなり、大胸筋の上部繊維は働きやすくはなりますが、角度を上げすぎることによってより強い肩関節屈曲の力を持つ三角筋の筋活動が高まりますので、逆に大胸筋上部繊維の筋活動は弱まることがわかります。またこの図をよく見てみると、傾斜角度30度までで大胸筋上部の筋活動が上がってはいますが、その上がり幅よりも大胸筋の中部繊維、下部繊維の筋活動は弱まっていますので、大胸筋を全般的に鍛えたいのであればベンチの角度は圧倒的にフラットがおすすめになります。また傾斜角度をフラットよりも低いデクラインにした場合に関しては、2015年のトレド大学の研究でこの図を見ていただくとわかりますが、ベンチの角度を0度、マイナス15度と比較しても大胸筋下部繊維の筋活動は差はありませんので、やはり下部繊維に関してもフラットをベースとして考える必要があります。大胸筋上部繊維、この領域の肥大を狙いたいのであれば、ベンチの角度30度までのインクラインバーベルベンチプレスが必要で、大胸筋全体を鍛えたいのであればベンチの角度はフラットにする必要があります。そして2つ目のポイントが手幅です。あまり手幅に関しての報告は少ないんですが、1995年にクイーンズランド大学から発表されたこちらの論文では、手幅を狭くすることによって肩関節屈曲の要素が入りやすくなるため、大胸筋上部の筋活動が強く見られるようになるという知見が発表されています。ただし筋活動が大幅に変わるというわけではありませんし、手首の角度を考慮して怪我のリスクという面を考えると、無理に手幅を狭くする必要はありませんので、まずは自分が持ちやすく違和感がない手幅で行い、慣れてきたらナローで上部繊維に刺激、ワイドでチューブ、下部に刺激という風に使い分けるようにしましょう。バーベルベンチプレスは筋トレのモチベーションを高めるために最も重要な種目ですので、必ず取り入れるようにしましょう。論文で解決チャンネル。マシンチェストフライ、バーベルベンチプレスで大胸筋全体を鍛え上げ、インクラインバーベルベンチプレスで大胸筋上部繊維に刺激を与えたら、次は大胸筋下部繊維に刺激を与える必要があります。大胸筋下部繊維はこの領域で胸の輪郭を作るとても重要な筋肉です。大胸筋下部繊維に強い刺激を与える種目として最もおすすめなのがディップスです。こちらはディップスの筋活動を筋電図で表した表になります。ディップスは大胸筋下部を中心に上部、中部、上腕三頭筋の筋活動も高く、筋電図を用いた研究では大胸筋下部のトレーニングとしてとても優秀なトレーニングに位置しています。2022年にサザンクロス大学から発表された研究では、 3D モーションキャプチャーを使用した運動学と表面筋電図を使用し、これら3つのディップスのバリエーションでどの方法が最も大胸筋下部の筋活動が高まるのかの調査が行われ、トレーニング経験がある13名の男性を対象に分析が行われました。そして結果としてはこんな感じになっていまして、ベンチディップスで上腕三頭筋の筋活動が最も高く、大胸筋下部の筋活動はバーディップス、リングディップスで高値を示したという結果でした。リングディップスはなかなかジムで行うのは難しいと思いますので、おすすめとしてはバーディップスです。バーディップスを行う際に最も注意しないといけないのは怪我のリスクです。通常肩関節を後ろに反らす肩関節伸展可動域というのは参考可動域が50度なんですが、ディップスのボトムポジションでは個人差はあれど肩関節の伸展可動域は65度になることが分かっていまして、正常範囲外にまで肩関節を後ろに反らすということは
肩関節前方の筋肉や靭帯、軟部組織に多大なストレスがかかってしまいます。なので今現在ディップスを行ったことがない方は、補助台を使用してディップスを行うか、もしくはディップスバーを使って軽く足をついた状態でディップスを行うようにしましょう。ある程度筋トレ経験がある方は、トレーニングによって肩関節前方の軟部組織の伸長性は高まっていますので、ディップスをやったとしても強いストレスはかかりにくいんですが、初めてやる方は筋肉の収縮が感じにくいがゆえに、角度を大きくしすぎてしまい、正常範囲外まで肩関節を後ろに反らしてしまいますので、とても注意が必要です。一度筋肉を痛めると、数ヶ月から数年は痛みが残ってしまいますので、トレーニングにおいて絶対に避けなければいけないのは怪我ですので、ディップスを行う際は細心の注意を払うようにしましょう。ジムに行けば補助付きのディップスバーがあるので必ずそれを使用し、自宅で行う際はディップスバーの高さを少し低めに設定して、足を軽くついて体重を補助するようにしましょう。無理なディップスは本当に危険ですので注意するようにしてください。マシンチェストフライ、バーベルベンチプレス、インクラインバーベルベンチプレス、ディップス。この4種目で大胸筋上部、中部、下部にまんべんなく機械的刺激を与えることができます。そして機械的刺激を与えたら、最後はケーブルクロスで代謝ストレスを最大化させ、大胸筋すべての繊維に追い込みをかけましょう。ケーブルクロスは今まで紹介してきた4つの種目とは違い、大胸筋の代謝ストレスを最大化させるトレーニング種目であり、ケーブルクロスを行うことによって乳酸、無機リン酸、水素イオンが筋肉内に蓄積し、タンパク質の合成と筋形成を最大化させます。過去には疲労物質と呼ばれていた乳酸ですが、現在の科学では筋肉に貯留することによって筋タンパク質の合成を促進することが分かっていまして、特に軽度から中強度の負荷、15秒から120秒の間で行う継続運動で最大化することが分かっていますので、ケーブルクロスで代謝ストレスを高めることが最適だと言います。またケーブルクロスの場合は、ハイ、ミドル、ローで大胸筋の上部、中部、下部のトレーニングを分けることができますので、大胸筋のカットを作る種目として今まで紹介してきたどの種目よりも効果的となります。特に大胸筋上部繊維の場合は、下から上に上げる動作でインクラインベンチプレスやインクラインダンベルプレスよりも高い筋活動が確認されていますので、大胸筋上部繊維のトレーニングにはケーブルクロスがとてもおすすめです。ぜひ最後の追い込みにケーブルクロスを一度試してみてください。試してもらうとわかりますが、異常なくらいの疲労感が出現し、乳酸が出ているという感覚を受けますので、ぜひ一度実践してみてください。以上が2024年最新大胸筋を肥大させる筋トレ種目でした。科学的なデータを使用し、効率的に大胸筋を肥大させていきましょう。 YouTube 登録者20万人突破記念で始めた公式 LINE では、 LINE 限定コンテンツをプレゼントしています。約10万円分の論文データを詰め込んだ筋トレ時短テクニック5選、人工甘味料のすべて、テストステロンの分泌量を上げるための筋トレ完全版の3つの PDF を無料でプレゼントしています。今後もコンテンツを続々追加予定ですので、ぜひ無料で概要欄から登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。